かりますので、カメラの方も大変ですね。来年ならちょうどまだギリ。そして9番の障害物、これをクリアしてきました。私と仮についていきます。一選手は北海道の静内高等学校から日本大学の生物資源科学部食品ビジネス学科に進学いたしました3年生の選手。さあこの選手のお姉さんも日本大学の大学生が、はい、ありがとうございます。ランナーの監督とオーナーのミスティの監督、さあ坂を登ってきました。競争が時代はオーナーのシャンプという名前で名前はつきましたが出走することはなかったんですね。しかしこのように学生バイクといいますか全日本大会で活躍するような馬に育て上げられました。さあその馬に乗って北海道で生まれました細川由紀選手がこの後どこから回転してくるか。この細川選手のご実家も牧場を営まれております。さあ15番から坂を下っていきまして16番障害、これは大きくなっております。うまく抜けてきました。そして水郷の障害物17番障害、落差 1m40 をクリア。衝撃を今抜けてきました。そしてさらに上に上がってきます。柴田正人調教師がこの馬をやりましたけれども出走することはできませんでしたが、そういった馬が馬術競技馬として活躍中。あとはあと3つの障害になります。20番のブルーインパルス、21番ホワイト、